はい、タコです、えー。今回はソフトバンクグループ出資のオヨ、インド、中国で1800人削減、WeWork ーーの二の舞かということで話をしていきたいなと思います。まず最初にですね、オヨとはということで、ちょっと軽く復習していきたいと思うんですけど、2012年にインドで代表のリテッシュ・アガルワル氏が創業し、客室ベースで世界第二のホテルチェーンですと、ソフトバンクビジョンファンドなどから約1000億円を調達するなどして急成長していましたと。 およに加盟した施設というのが、まあ、従来の施設名におよというブランドを付けてですね、まあ、5桁以下の数字が付けられた施設名に変更されるということですおよ、まあ、に加盟した施設というのはおよブランドを使えますよということですよねで予約システムというのはおよ側が提供して需要と供給のバランスに応じて値付けとかを調整することで稼働率と収入を最適化していたということですよね オヨは世界80カ国で約120万室ということで、まあ、ホテル世界第2位ということで、まあ、日本にも進出しています。日本にもホテルが、ねえー、あるんですよね。まあ、あとは日本ではヤフーとオヨっていうのが組んで、オヨライフっていうスマホ完結の賃貸サービスっていうのをやってたんですけれども、まあ、最近のニュースでですね、まあ、その後、オヨライフの問題が多発した以降、合併を解消していたということですよね。 まあ、およライフの問題っていうのが、まあ、オーナーさんへの、まあ、不利益ですよね。まあ、およライフ自体が、まあ、オーナーさんからですね、部屋をフリーレントで借りるという契約なんですけど、2.5ヶ月フリーレントしてくれという契約があって、で、まあ、お客さんからね、貸してくれっていう契約がなかったら、ね、無料で契約を解除できるというような、ちょっとね、オーナーさんには不利益な契約内容だったんですね。まあ、あとは契約書をね、送っても、 返信が来ないいのに鍵だけ渡しててくれととかっていうことでです、ね、まあオーナーさんがちょっと困ってしまうようなことがあったりとかですね、まあ、お客さんとしての立場の不利益ということで、まあ、例えば部屋がね掃除が行き届いていないとか、まあ、鍵の連絡が来ないとかですよね、まあ、あとは鍵のキーボックス自体間違えていたとか、まあ、そういったあミスが多発していたということなんですよねこういう問題が結構多くなってきたので、まあ、最終的にヤフーはまはあ、オーライフと合併関係を解消したということですよね本国の オヨはソフトバンクビジョンファンドが投投資資している有力投資先の一つなんですよねソフフトバンンンクビジョンファンドの見立てではおヨは AI に特化している企業だということで見立てていたわけなんですけどただおよっていうのは AI 特化っていうよりもただの天体ビジネスにちょっと付加価値をつけているだけなのではないかっていう疑惑が浮上してきたということですよね。 まあそうしたときに今回ですね、およがインドや中国で1800人規模の人員削減に踏み切ったということで、まあ、ソフトバンクグループ系が出資しているおよは、米国でホテルを買収する等の事業を強化する一方で、1800人規模の人員を削減しましたということですね。で、インドでは全体の12%に当たる1200人、中国では全体の5%に当たる600人を解雇しましたということで、まあ、これだけにとどまらずですね、インドではさらに1200人を削減する計画を立てているということですよね。まああとは まあ中国ではホテルオーナーがお世の契約違反を訴えて抗議する動きというのも出てますということですね、まあ、この問題はインドでも、ね、同じような問題が起きていた経緯がありますよねで、まあ、お世がリストラに踏み切った理由としては、まあ、本国インドで事業を含めて利益面の課題が大きいためリストラに踏み切ったということですね、まあ、持続的に右肩上がりに企業の業績が伸びているということであれば今回のようなリストラに踏み切ることはなかったんですけど、まあ、理由としてはですね、えーまあ事実上利益 面の課題が大きいといととうことで、まあ、やっぱりね抱えている従業員数ほどうまく利益が上がっていなかったということだと思うんですよね、まあ、およの企業評価額っていうのは100億ドル、まあ、1兆900億円に達しているということでソフトバンクビジョンファンドの有力投資先の一つになっていますということですねで AI 事業では WeWork での大失敗がということで WeWork で赤字垂れ流しして失敗ソフトバンクが投資して大赤字を出した WeWork ということで、まあ、およ同様 WeWork に対しても ま、AI 企業集団の一角という位置づけで投資したものの、まあ、失敗していますということですよね。 まあ、企業価値5兆円だっていうふうにね、見積もっていたんですけど、まあ、それでね、2兆円ぐらいね、ウーワークの方には投資したんですけど、まあ、実際には1億円にも満たなかったと。企業価値がね、1億円にも満たなかったということで、まあ、ですね、ソフトバンクビジョンファンドの、まあ、投資能力についてですね、多くの投資家たちがちょっとね、厳しい目線でね、ソフトバンクビジョンファンドを見るようになったという前例がありますよね。この状態で今後、ね、お世が、 ね、事業面の混乱とか業績悪化が深刻になってどんどんね企業価値が下がってきたとなるとソフトバンクビジョンファンドの資産運用そのものとか まあ2号ファンドをね、立ち上げて資金集めっていうのもどんどんね、検討しているみたいなんですけど、まあ、その辺の資金集めにまあ賛同してくれる投資家たちがね、どれだけ出てくるのかということでだいぶ影響が出てくる可能性があるということですよね。はい、えー、現状をまとめということで応用本体は中国やインドで訴訟が起きていますとおよライフに関してはトラブル続きでヤフーが撤退していますと。 そして、用本体の授業を含めて利益面の課題が大きいために今回大型のリストラをしているということで、まあ、インドで1200人、中国で600人、合計1800人ですねで。さらにインドで1200人をリストラ予定しているということですね。 まあ、かなりね、世界第二位のホテルチェーンということで急成長を遂げてきたオヨなんですけれども。まあ、ここに来てですね、だいぶ、まあ、業績にね、問題点が出てきているというような感じですよね。まあ、このままオヨの経営が傾いていくとということなんですが。まあ、投資しているソフトバンクビジョンファンドの大きな投資案件として、まあ、オヨがあるわけなんですけど。まあ、ウィーワークのね、問題に引き続いて、投資先の中堅を担うオヨまでが傾いてしまうと。やっぱりソフトバンクビジョンファンドの投資に対する信用問題にかかってくる。 んじゃなないいかなと思いま,すまあ今後ですね、応用の事業展開にね、もちろん目が離せないっていうのもありますし、ウーワークの問題だったりとか、いろいろなね、投資案件に対するその後がどうなっていくのかっていうのは目が離せないんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう厳しい状況、ね、逆境を乗り越えてきた孫さんですので、ここからの巻き返しっていうのをですね、期待しながら見守っていけたらなというふうに感じています。 はい。今回の話がですね、少しでもあなたの何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アッのご登録フォームがありますので、そちらご登録していただきますと、私と気軽にお友達になることができます。そして、今ですと特典動画の方もプレゼントさせていただいてます。またあ、メルマガの方がいいよっていう方はですね、メルマガのご登録フォームを用意してありますので、そちらからも特典の方を受け取っていただけますので、ぜひこの機会にご登録してみてください。 はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心から応援しております。